爪にガジって行っちゃって、はい、逆の状態で止まるんですよ。そうなんですよ。つまり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 こっちで押さえた方が、さっきはずっとこうやってたの、うん、でやっぱりちょっと、うん、関節のとこで不安定に、これでやってみましょうか。でこれやってると分かると思うんですけど、人によってちょっとこうこの辺りが固めの方がいたりして、うん、特に女性とか男性で革靴とかを履いてる人に多いんですけど、角質が厚くなってる方がいて、こっちがダメージを受けちゃうっていうのがあるので、まめにここはクリーム塗りながら、はい、じゃなくて若干ちょっと外にしたりとか、それだけする。